こんにちは。チベットテレビのテストモです。チベットディスウィークではチベットやダライ・ラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。中央チベット政権指導部はチベット旧正月の10日目にダライ・ラマ法王に謁見しました。第9回チベット支援団体国際会議がベルギーのブリュッセルで開幕しました。バチン主席大臣は南インドのコリガル・トゥンデリンチベット人居住区の50周年記念式典に出席しました。ナズルマ大臣はコリガルのサンボラチベット学校の創立50周年記念式典に出席しました。ケンバラのナショナルマッチカルチャルフェスティバルでチベット文化が紹介されました。日本のチベット支援グループが年次総会を開催しました。今週月曜日、ダラムサラのダライ・ラマ法王14世のご自宅において、チベット旧正月の縁起の良い10日目に、ケンポスナムテンベル議長、ペンバチニ主席大臣、デンジルント法務委員、タラムロマチャンラ大臣、ギャリルマ大臣からなる中央チベット政権の指導者たちは法に謁見しました。同じくご自宅において、今週火曜日、ダライ・ラマ法王は8日間にわたる僧侶の出家式の初日を主催され、8日間の儀式で合計288人が出家しました。今週木曜日の2月22日から25日まで、ベルギーのブリュッセルで第9回チベット支援団体国際会議が開催され、昨日、チベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長、ベンバチニ主席大臣、中央チベット政権情報国際関係省のヌンジルマ大臣がブリュッセルの空港に到着し、チベット事務所ブリュッセルの林鎮秋殿玄関代表、チレワンディ秘書、ベルギーチベット共同体のバンデンツリン会長を率いるチベット人コミュニティに温かく迎えられました。夕方、ベルギーのトーンホテルブリュッセルシティセンターにて、中央チベット政権が第9回チベット支援団体国際会議の参加者を歓迎する夕食リセプションを開催し、ブリュッセルのチベット人コミュニティによるチベット文化のパフォーマンスも行われました。All participants to actively engage in the discussions, workshops, and sessions that will follow from tomorrow onwards, because your insights, experiences, and perspectives are invaluable in shaping our collective efforts. Let us harness this gathering to bolster our resolve, deepen our understanding, and forge ahead in our steadfast commitment to the Tibetan people.この会議は欧州議会のチベットインタレストグループが主催し、欧州チベット国際キャンペーンが共催、ブリュッセルのチベット事務所と中央チベット政権情報国際関係省が進行役を務めました。
南インド最大級のチベット人居住区である、これがトゥンデリンチベット人居住区は、2月17日、主賓のペンバツニ主席大臣と特別来賓の情報国際関係省のヌジルマ大臣の出席のもと、創立50周年の記念式典を祝いました。ペンバツニ主席大臣は創立記念式典で基調講演の中で、法の忠告を行動に移すよう強く要望し、中道政策によるチベット中国紛争の早期解決のために国際的な支援を得るため、第16回内閣の取り組みを報告しました。祝賀会の中で、これからのチベット人居住区担当官ゲレク・ジュネ氏は、ダライ・ラマ法からの創立50周年の祝賀会に宛てられたメッセージを読みました。そのメッセージは、チベット人居住区を設立する主な目的は、亡命チベット人の統合とチベットの伝統の保存のためであるということを強調したものでした。メッセージはさらに、亡命チベット人に対し、派閥争いを避け、中国共産党の厳しい弾圧に直面しても、チベット人の団結により確固たる決意を示してきたチベット国内の人々のように団結し続けるよう促しました。一日がかりの祝賀会では、さまざまな文化的パフォーマンスも行われ、トゥンデリンチベット人居住区に対する元居住区職員、役員、その他の NGO メンバーの貢献に感謝する賞の授与も行われました。中央チベット政権情報国際関係省のヌンジルマ大臣は、2月18日、これがトゥンデリンサンボラチベット学校の創立50周年記念式典に主賓として出席しました。大臣は同校の卒業生であり、地元これがトゥンデリンチベット人居住区の住民でもあります。主賓としてヌジルマ大臣は、50年以上にわたって生徒たちに質の高い教育を提供してきた元校長、教師、スタッフの優れた貢献に感謝と協賛の意を表しました。歓喜に満ちた雰囲気の中、生徒、教職員、来賓が喜びと感謝を持って、この日を祝い、熱意と誇りに満ちたものとなりました。進路展示やスポーツ、卒業生や在学生によるチベット文化のパフォーマンスも披露されました。2月19日から20日にかけて、チベット亡命議会のドマツリン・テカン副議長は、これがトゥンデリンチベット人居住区の50周年記念式典を祝いました。副議長はカナダ州で開催された祝賀会で基調講演を行い、S ニジャリン・ガッパ・メモリアル・カップの落成式で司会を務めました。この式典には、チベット亡命議員のケンポン・ジャンペ・テンジン氏、ニジャリン・ガッパ・トラストの秘書をはじめ、さまざまな来賓や一般市民が出席しました。2月16日から18日までの3日間、オーストラリアの首都キャンベラで開催されたナショナル・マルチ・カルチャル・フェスティバルで、チベットのユニークな伝統文化が紹介されました。キャンベラのチベット人コミュニティが再びフェスティバルに参加したことにより、何千人ものキャンベラ市民が美しいチベット料理やチベットの文化を体験することができました。屋台にはオーストラリア連邦のアンドリュー・バー首相が訪れ、チベット人コミュニティがキャンベラのより広いコミュニティに貢献し続けていることに感謝の意を表しました。キャンベラに拠点を置くチベット事務所内のチベット文化センターもフェスティバルに参加し、チベットに関する一般的な情報に加え、ダレイ・ラマ法の書籍を配布しました。日本のチベット支援団体は、2月18日、西部チベットネットワーク、チベットハウスジャパン在日チベット人コミュニティによる年次総会を開催しました。会議では西部チベットネットワーク会長の牧野清秀氏、日本チベット国会議員連盟事務局長の石川昭正議員、情報国際関係省の岡間准幹事長がチベットの現状について会議に報告しました。また、ダライ・ラマ法日本代表部事務所兼東アジア連絡事務所代表のアリア・ツワンギャプ博士により、同事務所の活動状況について報告があり、中でも2024年に向けた行動計画や日本におけるチベット村構想について触れ、支援を要請しました。
2月19日、チベット事務所台湾の解散現在バワ代表は、パリのチベット事務所の特典釣り調整官を伴い、パリでフランスは地中宇宙仏台湾代表とサンディフセ中仏教会会長を表敬訪問しました。実り多い会談の中で将来の共同事業の可能性について話し合いました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。